ブレス浜松プレゼンツジュニアアスリート応援隊。このコーナーはスポーツと医療で人を幸せにする学校法人森島学園浜松磐田市の車検のことなら演習日赤車検の窓口、そうだサーラに聞いてみよう、サーラ E&L 浜松、以上各社の提供でお送りします。さあ時刻は6時31分を回りました。ブレス浜松プレゼンツジュニアアスリート応援隊。毎月第2第4水曜日にジュニアアスリート浜松協力のもと地域で活躍するジュニアアスリートのご紹介を行っていきます。さあ今日も寒い中ね、このスタジオにお越しくださいました。今日のゲスト、浜松市立上中学校、浜松市立新津中学校野球部合同チームから川辺和久人さん、深津雅也さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、学ランっていいですね。あ、そうですね、そうですね、かっこいいねそうですか、今日もよろしくお願いいたします。では自己紹介をお願いします。浜松市立上中学校野球部キャプテンの川辺和久人です。ポジションはセンターです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。続いて、浜松市立新津中学校野球部キャプテンの深津雅也です。ポジションはキャッチャーです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お二人はキャプテンで、ね、いらっしゃるんですね。野球のキャプテンが二人来てくれて、ポジションセンターとキャッチャー、このポジションってご自身で決めるんですか？希望があるの？まあそうですね、希望はありました。川辺さんはもともとどのポジションに行きたかったんですか？もともとセンターに行きたくて、ずっと。それはなんで？なんで、本当になんか、外野の花であるし、たくさんの指示も出せるし、そうなんだ。そして、深津さんはキャッチャーですけど、これはなぜですか？まあ、その先輩のポジションが空いて、そこに入りたくて、そう、いや、すごいね。キャッチャーってやっぱり要でもあるしね。なんかピッチャーとキャッチャーってバッテリーって言うけど、そのピッチャーってやっぱりプラスの思考でこう考えて、キャッチャーってどんなマイナスのことも想定してやっぱりこう見ている。だからそのプラスとマイナスでバッテリーっていうことを聞いたことあるんですけど、まあ、いろんなことを考えてるわけですか？いや、まあそうですね、試合に勝つためにまあ、しっかりと考えて、プレーします。そうですか、頼もしいですね。さあではですね、まずそれぞれの学校について教えていただきたいと思います。では川辺さん、お願いします。はい、上中学校は、小学校から変わらない仲間と過ごすので、男女学年問わず仲が良い学校です。挨拶運動にも力を入れているため、みんな大きな声で挨拶できることが特徴です。あ、そうですか。川辺さんもね、すごくハキハキした声で話してくださってますね。学年を超えて男女ともに仲がいい。はい。あ、そうですか。じゃあ1年のその行事で一番盛り上がるのって何ですか？一番はやっぱ体育大会です。あ、そうですよ。体育祭って何月にある？10月か11月。あ、そうなんですか。体育祭のどこが一番こう、もう応援とか、応援合戦ですね。応援合戦があるんだ。赤団、青団、黄団、緑団の縦割りでの応援合戦があって、はあ、1組、2組、3組、4組みたいな感じで違うのか。なんか縦割りが、なんかくじで、あ、くじでやるんだ。あ、それで色で、だからそういうところでやっぱりね、縦の関係も絆が深まるし、リーダーシップ、フォロワーシップもそこでできてくるんですね。はい、素敵な学校ですね。では続いて、深津さんがいらっしゃる新津中学校について教えてください。新津中学校は全校生徒356人で、優しい生徒が多く、明るく賑やかな雰囲気な学校だと思います。なんかもう今深津さんのこの姿を見てすごくわかります。明るくていい雰囲気の方な、みんないるんですね、生徒が。はい、そうですか。はい、356人ということは今、深
活さんは何年生ですか？中学2年生です。2年生？2年生って何人いるの？110人とかそこら辺にするよね。110人？今1クラスって何人なんだろう？1クラス34人とかですね。そうですか、そっかそっか。そしてみんなが仲がいいで、それぞれね、お二人は野球部のキャプテンとして今日来ていただきました。お二人が野球を始めたきっかけをぜひ教えてください。では川辺さんお願いします。父が、少年野球のコーチをしていたこともあり、小さい頃から野球が身近にあったので始めました。お父さんがコーチをして、今もコーチしてらっしゃるんですか？はい、今もコーチをしています。そうなんだ。小さい頃って何歳くらいから始めました？幼稚園の年中くらいからもう物心ついて。年中っていうと4歳、5歳ぐらい？そんくらいですね。今何歳ですか？今14歳です。でも10年やってる。はあ、すごいね。人生のうちのだって3分の2以上野球やってるんですよね。はい。はあ、そうか、野球、そっか。じゃあお父さんがコーチをしているその少年野球っていうのも入ってるんですか？はい、入ってました。入ってました。もう、もう卒団して、で中学校に入って野球部に入りって、もうなんか小さい頃から野球がねすごく身近にあったんですね。ありがとうございます。はい、では深津さんはいかがでしょうか？小学2年生の時に、友達に誘われてソフトボールを始めたことがきっかけで、中学で野球部に入りました。その時誘ってきた友達とも今もチームメートとして一緒に頑張ってます。いいですね。同じこう目標志を持った友達と共にこうね年々過ごせるっていうのはいいことですよね。そしてお二人が今日来ていただいたのは浜松市立上中学校、浜松市立新津中学校野球部合同チームがあるということで、ではこのチームの特徴を川辺さん教えてください。はい、今は2年生が15名、1年生6名の21名で活動しています。2年生は神が7名、新津が8名と多いこともあり、お互いに競い合いながら日々練習に取り組んでいます。緊張感のある中で練習をすることを心がけているのも特徴で、強みであるバッティングを武器に勝利を目指しています。また2年生は1年生の1年の秋から合同チームとして一緒にやっているので、学校は違いますが、お互いのことを理解して団結力のあるチームです。いいですね。合同チームということはグラウンドどこでやってるんですか？もともと上公園の野球場でバラバラだった時もやってて、で合同になったのをきっかけに一緒に練習もするようになって、合同チームになったのはいつから？1年生の秋、去年ぐらい。はい、去年ぐらいです。そうなんですね。ありがとうございます。ではお二人が普段の練習からここ意識してやってるよっていうところをぜひ教えてください。では川辺さんお願いします。毎日同じことを繰り返すのではなく、昨日の自分を一つでも超えれるように練習に取り組み、日々成長していくことを意識しています。昨日の自分を一つでも超えられる、ちっちゃいことでもいいから超えていくと、これがやっぱり大きな差に、はい、これ誰かから教えてもらったんですか？いえ、別に、はい、別になんか自分で、素晴らしいですね。では深津さんお願いします。自分の考えをはっきりと伝え、他の人の考えも聞くなど、お互いの意見を尊重しながら技術力の向上をし合えるチームにしていけるように意識しています。素晴らしい。やっぱりチームってコミュニケーション力ってすごく大事だと思いますし、なんかこうなんだろうな、言いづらいこともちゃんと言える、でも相手のことを考えて言いづらいことをその言葉を選んで言うとか、やっぱりそういったところも必要ですよね。はい、ね、ありがとうございます。さあそして深津さんにお聞きしますが、新人戦が行われたと思います。この新人戦振り返っていかがでしょうか？そうですね、新人戦は3回戦で負けてしまいましたが、チーム結成の時からの課題であった守備面については大きなミスもなく、粘り強く守備ができていたと思います。ただ点が必要な場面でチームバッティングができなかったり、小技などでミスが出てしまって苦しい試合になってしまうなど、打撃面で課題が出たので、これから改善していきたいです。だから課題が明確に、ね、はい、なってるんですね。じゃあこの新人戦が終わってからの練習とかって結構変わったりしました？そうですね、バッティング中心になったと自分でも思います。
そうですか。そしてその後の秋季大会で浜松地区大会を突破しまして、なんと2月の17日来月ですから行われる静岡新聞社静岡放送機争奪新金カップ第54回静岡県中学選抜野球大会、この出場を決めたと おめでとうございます。ありがとうございます。どうでした、決まった時は。じゃあ深津さんどうでした。いや、とても嬉しかったですね。まあ、目標であった県大会に行けることができて嬉しかったです。うんうん、いや、そうですよね。川辺さんはどうでした。本当にやっぱ、まあ、マサイが言ってた通り、目標であった県大会に行けるっていうことなんで、本当に飛び上がって飛び上がった、やったーって、はい、あ、そうですか。一番喜んでたのはどなたでした。ピッチャーじゃないですか、ね、ピッチャー、そうかそうかそうだよね、ありがとうございます。さあ、この大会への意気込みもぜひ、じゃあ亀さんお願いします。はい、まあ、目標は一つ、目標だけ、あ、優勝だけです。全員で勝利を目指して、一つでも多くの試合に勝てるように頑張ります。ありがとうございます。もう2月ですから、あと半月ちょっとですもんね。どうですか、なんか緊張とかっていう、その大会の前の緊張とかってあります。いや、そんなないですね。素晴らしい。あ、そうなんだ。え、深津さんは。まあ、ちょっとあるですけど、まあ、頑張って、まあ、プレーしてますね。ありがとうございます。ではですね、そんなお二人に伺いますが、今中学2年生14歳ですよね。将来の夢っても決まってますか。じゃあ川辺さん。はい、プレイヤーにも憧れありますが、トレーナーやコーチなど様々なところで野球に携わっていきたいです。でもやっぱり一番はプレイヤーですよね。はい、憧れのプレイヤーってどなたですか。やっぱり世界で活躍している大谷選手ですね。ですよね、私も憧れありがとうございます。では続いて深津さんお願いします。まだ将来の夢は決まってないんですけど、人の役に立てる、まあ、人間になりたいです。おばちゃん泣いちゃう本当、なんでそれはそう思うんですか。今回あの石川県でもあった地震とかで、まあ、ボランティア活動とかにも、まあ、やっていきたい。あ、はい、そうですか。いや、だからその人の役に立つって、体を使うこともそうですし、頭を使うこと、お金を使うこと、いろんな役の立ち方ってあると思いますけど、その体力をね、ぜひいろんなところで使ってね、頑張っていただきたいと思います。そして2月のこの第54回静岡県中学選抜野球大会、こちらもね、ぜひ健闘をお祈りします。では最後にラジオを聴きの皆さんにぜひメッセージをお願いします。では川辺さんお願いします。はい、スポーツを通して様々な人と出会い、大きな喜びを得ることができます。野球というスポーツを皆さんにもっと触れてみてほしいです。はい、ありがとうございます。では勝さんお願いします。僕たちは必死に優勝を目指すので、見てる人たち、僕たちを応援しておいてください。応援します。はい、ありがとうございます。さあ、ということで今日スタジオには浜松市立上中学校、浜松市立新津中学校野球部合同チームから川辺和久人さん、深津雅也さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ブレス浜松プレゼンツジュニアアスリート応援隊、このコーナーはスポーツと医療で人を幸せにする学校法人森島学園、浜松岩田市の車検のことなら演習日赤車検の窓口、そうだサーラに聞いてみよう、サーラ E&L 浜松、以上各社の提供でお送りしました。医療とスポーツで輝く未来、森島学園専門学校浜松医療学院は、鍼灸師、柔道整復師、アスレティックトレーナー、スポーツトレーナーを育成しています。車検の窓口は遠州日赤が経営するエネオスで、浜松岩田を中心に11店舗で提携展開しております。低価格でのご提案やお客様に寄り添った見積もり内容で、たくさんのお客様に喜ばれ、気づけば累計10万台。車検が近くなったらまずは車検の窓口で検索。サーラの電気を使ってプレス浜松を応援しよう。いいなんだ、電気代の一部でプレス浜松を応援、特典もいっぱい。詳しくはサーラ e エナジー e ジャンプラスで検索。お申し込みお待ちしてます。